祝日ですけど月曜日ですので、この方を早速呼び込みたいと思います。諏訪ひろみさんです。おはようございます。おはようございます。昨日、すごく暑くて喉が渇いたので飲み物をしっかり取らなければ、水分を補給しなければと思って、普通の 600ml とかのペットボトルを3本ぐらい平らげて、多分5本目ぐらいの量の水分をたくさん取って、よしこれで絶対熱中症にならないぞ、頑張るぞと思っていたら、今朝体重が 900g 増えて戻っていなかった諏訪ひろみマンデーです。今日もよろしくお願いしますマンデー。長朝の一瞬のショックだったんですけどね、話すと長今日はケーキ食べれない私は昨日食べました。マキさんおめでとうございます。ひろみさん、いろんなケーキありますけど、何がお好きですか？私ケーキ全般好きです。やっぱりそうなりますよね。出されれば何でも食べますけど、もしいっぱい並んでる中で、自分で一つ買うとしたらどういう系の買います？買うとしたらというか、出されればというか、だから食べるシチュエーションによって、誰かと一緒に食べなければいけない場合は、できるだけ美しく食べられる状態のケーキの中で好きなものを選びます。まずなんかミルフィーユとか難しいですかね。あ、もう絶対やめますダメなタイプですあと下に、こう硬い、クッキー状のやつとか、カルト生地とかね、そう、あって、それが硬そうだなと思うと、あれをちょん切る際にパーン飛ばすことがあるんですよねそういうのはちょっと避けるとか、そういう感じですね。柔らか系のベリー系の乗った酸っぱいのが結構好きなんですけど、でも本当に時と場合によりますね、気分次第。あ、やっぱ限定とか弱いですよね。ああ、なるほどね。じゃあもう定番っていうのがあんまりない感じなんですね。定番ないです。はあ、わかりました。もう体とお金が許すなら、全部食べたいです。恥ずかしい。お体のしつこい痛み、こりにお悩みの皆さん、毎月第2金曜日10時15分からは、佐久市岩村だ、こちらココハナ整体院です。日頃の体の使い方などのヒント満載、ビートルズの曲とともにお楽しみください。時刻は8時35分です。引き続き諏訪ひろみさんとお送りしていきます。よろしくお願いします。諏訪ひろみです。よろしくお願いします。さあ、今日メッセージたくさんいただいているので、じゃんじゃんご紹介していきたいと思うんですが、ラジオネーム千歳スクールキングさんから、好きなケーキはレアチーズケーキです。おー、いいですね。小学校の給食で食べた思い出。給食でこんなレアチーズケーキとか出ちゃったの、すごい。給食ででもケーキ食べた覚えがあります。あるある、でも節目の時ですよね。クリスマスとか、そうあとほら卒業間際とか、なんかそういうイベントごとがあった時かなって思うんですけど。そうですね、そうかもしれないね。でもレアチーズケーキだったかどうかは私ちょっと記憶ないんですけどね。私もないけど、なんか食べましたねでね、今日はねお休みなので最後まで聞きます。ありがとうございますありがとうございます。それからラジオネーム三原のひろみさんからです、今日までの4日間、私は夏休みでした、あら、いいですね。さあ頑張って遊んできますよ。旦那が留守だから私の夏休みでしたということで、ご飯作らなくてよかったのでラッキー。楽しめましたね。今日からはご飯作り頑張ります頑張ってください。そうですよね、そういうことありますよね、確かにね。そして、これはおたまじゃくしさんからいただきました、13日から孫のいる広島に来ています、着いたその日から孫といろいろなごっこ遊びをして楽しんでいます。ごっこ遊びいいですね。今日もプラレールのイベントに出かけます。なるほどね、すごいな楽しそう、確かにね、イベントにあちこち出かけたり、このごっこ遊びっていろいろありますもんね。お孫さんに付き合ってかなり大変な
お休みになってるかもしれませんけれども、いっぱい思い出作ってください、ね、そうですね、はい、そしてキラキラ星ももさん、はい、キラキラ星ももさん、そうですね、どうですか、あの切り方は、うーん、よくわからないです。キラキラ星ももさんって呼んでますけど、キラキラ星ももさん、うん、でも、はい、多分あのこうなんだろう、うん、こういう風にっていう、うん、あの指示がないから多分どうでも大丈夫だと思います。どう読んでもいいのかな。オッケーだと思います。その人によりけりなのかな。そうそうそう、この方もね、やっぱり好きなケーキレアチーズケーキということで、みんな多いですね。人気ですよね、まあ、確かに美味しい、うん、美味しい、うん、ね、柔らかいレアチーズケーキ大好きでたまに作りますって。おー、すごい手作り、ね、すごいですよね、うん、で、トントン富山さんからもいただいてるんですけれども、はいはい、お二人は手作りでケーキ焼きますかと。ひろみさんどうですか。私はハマるとかなりやるんですよね、うん、で卒業するみたいな感じであのしなくなるんですけど、うん、あのレアチーズケーキも作ったし、うん、ベークドチーズとかも作ったし、うん、なんかスフレハマった時とか、うんうんうん、あ、違う、ムースか、うん、あとなんかシュークリーム作ったり、すごい、なんかあのガトーショコラの中に、実が入ったやつ、ほうほう、うん、と黒いさくらんぼとか入ってお酒入れたようなのとか作ったりとか、結構本格的、しました。あ、過去形、うん、終わり。最近はどうですか。え、最近、うん、いや作ってないですね。ケーキも食べてないですね。やっぱりね、私もね、なんか簡単な混ぜて焼くだけみたいな、そういうケーキは作ったことありますけど、はいはい、基本的には、うん、あの買った方が美味しいと思っているので。だってプロが作ったものの方が絶対美味しいですもんね。確かに、もう食べ歩きたいです本当に、うん、そう思います。あのケーキバイキングとかも死ぬほど食べました。ね、一旦お知らせ入ります。ドダンデンセディック、絶景露天風呂の宿、小諸石の温泉ときわ館、一年を通して季節の企画満載、地元東新地区限定、お得なプランもあります。詳しくはときわ館ホームページか電話 22-0516 まで。諏訪ひろみのシングソングサークダイダー、風に舞い上がる白髪の花、今夜に涙止めどなく流れても、飛び立てばいいさ。はい、時刻8時40分となりました。諏訪ひろみのシンガーソング作題だということでね、本来この時間からのコーナーとなっております。この時間は登山列車で行く絶景露天風呂の宿、小諸菱野温泉時和館の提供でお送りします。それでは早速今日も時和館情報お願いします。諏訪ひろみのシングソング作題で改めましてよろしくお願いいたします。それでは今日もお送りしましょう、ときわ館情報です。はい、お願いします。情報その1、ゴールデンウィーク期間から好評で行われています焼きマシュマロサービス、まだまだ実施中です。うん、焼きマシュマロのサービス7月も継続していますよ。ただし雨の多い日などは、うん、中止している場合もあるようです、うん、こちらね、あまり湿気があると焼きマロシュマロうまく、ね、いかないんですかね、うん、そうですね。はい、ということで、時和館お泊まりの際は、展望露天風呂クモの助のところの焚き火台で、ぜひ体験してみてください。そして情報その2、臨時休業のお知らせです、はい、8月8日の火曜日は臨時休業で時和館お休みになりますので、日帰り入浴等をご利用の皆さんお気をつけくださいね、はい、ご注意ください、はい、そして情報その3、はい、コロナ期間中お休みしておりましたカラオケルームも再開しております、うん、こちらも大きなカラオケルーム、たくさんの人でご利用いただけますので、時和館お泊まりの際、それからね、昼の宴会とかでね、うん、ご利用される場合、お昼間のお食事とかでねご利用される場合など、歌もね一緒に楽しんでいただければと思います。はい、そして情報その4、献立が変わっております。7月1日から献立が夏献立に変わっています、うん、
夏の献立ではお蕎麦が出ていますよ。くるみだれのお蕎麦で、小諸市内の大西製粉さんの風穴で熟成された風穴蕎麦です。結構美味しいです。はい、こちらも楽しんでいただければと思います。はい、そして情報その5、社長の卵焼き、いろいろわけがありまして、最近は社長が朝食の卵焼きを焼いています。そうなんですよ、これすごいと思いません？旅館で社長が朝厨房でオープンキッチンで卵焼き作ってんすよ。へー、板前料理長さんやらに指導を受け、時にはこかしたりしながら日々奮闘研究、朝食会場のオープンキッチンで一生懸命焼いてます。素人なのであまりうまくできない時もありますけれども、最初のうちよりはだいぶ良くなってきましたということで、これね、5月の連休明けぐらいからやってらっしゃるんですけれども、今朝リアルタイムで、時矢館情報ちょっと電話で最終確認したんですけれども、社長卵焼き焼いてる風だったんですよね。で、あの鉄板にくっついて、奮闘苦戦中って言ってました。頑張れ社長、その後うまくいったかなということで、なんかこうちょっとね、心温まる感じの、企画もやられております。なるほど、そのじゃ あの卵焼きの出来具合も楽しみの一つと。そうみたいです。面白はい、そして情報その6です、宝探し考え中、こちらは夏休みの恒例イベント、時和館で毎年やってるんですけれど、宝探しを実施する予定です。今年のタイトルは時和館宝探ししりとりの謎。こちら単なるしりとりかと思いきや、放送はできているのですが、何せ自分が忙しすぎて作業が進みませんということで、社長の頭の中で毎年作ってるんです。ということで、今週の時和館情報でした。次回もお楽しみにしていただければと思います。はい、ありがとうございました。いろいろありましたね。はい、ね、本当にさて、ひろみさん宛てにちょっとメッセージがいくつか来ているので、追加でね、そちらに今持っていくので、ちょっとひろみさんなんか一人で喋っててもらっていいですか？ちょっと一旦マイク外れます。じゃあ紹介しちゃおうかな。千歳スクールキングさん、ありがとうございます。ヒロロンおひさー、ヒロロンとは水曜日の原っぱさん以来ですね。しかし暑い、またちょいちょい書き越しますということで、千歳スクールキングさんお久しぶりです。また時間の許す時には聞いてくださいね。YouTube のスワヒロミチャンネルで、放送聞けますので、よかったらそちらの方も、笑いながらチェックしていただければと思います。よろしくお願いします。そしてキラキラ星ももさん、リクエストいただきました。大好きなね、私のオリジナル曲飾り船ということで、こちら後ほど生歌でお届けしていきたいと思います。はい、ありがとうございます。戻ってきました。はい、お帰りなさい今こっそりメッセージを差し込んできましたおお、ありがとうございます。はい、とりあえずじゃあ頑張って紹介していきたいと思います、はい、頑張らないと間に合わなくなるね、はい、メッセージね、今日たくさんいただいてるんですよね。はい、トントン富山さん、マキさん、マンデースバさん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。マンデースバさん、生歌リクエスト、マキさん7月16日お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。マキさんへのバースデーソングということで、森高千里さんの素敵な誕生日いただきました。これ彼氏のために彼女が頑張ってお料理作るみたいな感じの歌だったんですけれども、これが私頑張ってマキさんにお料理作るみたいな感じで最後のところを歌っていきたいと思います楽しみはい、そしてスワチさん、ありがとうございます。ありがとうございます。マンデースワさん、佐渡巻さん、リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。先週の納豆トークによりますと、先週納豆でしたね食後の納豆の粒が服についているのを友達にディスカバーリーされて恥ずかしい思いをされたという黒歴史をお持ちのマンデーさん、大阪人ならひるまずにきっとこう切り替えますよ。
つけとるねってもう私そういうつけとるねんはたくさんありますんで、ついとるねんとかね、それとるねんみたいないろいろありますけれどもはい、すべてネタにさせてもらってます自分のはい、話は変わり、蒸し暑い日が続きますね。今年の梅雨は長引きそうですが、晴れの日は太陽がじりじり照りつけてます。本当ですよね、うん、後で梅雨明けてましたって言いそうな感じがありますよね、うん、そこで今日の生アートリクエスト、太陽にまつわる曲をリクエストします。倍賞千恵子さんの下町の太陽なのですが、マンデーさんは下町よりも、新宿高層ビル街の方がお好きな可能性がございますので、うん、どっちも好きだな、うん、石田歩美さんの太陽は泣いているをお願いしますということでいただきました。はい、これも後ほどお届けしていきたいと思いますよ、うん。そしてファンファンさん、いつもありがとうございます。マキさん来ますよ。お、これですよクイズそうそうそう、はい、好きなケーキは、うん、コーケーキみんな好きこれね、コーケーキね、ほんと、はい、いいっすね、うん、いいねそれ、いや最高。ファンファンさんもういけてます、はい、FM 速大路は今お聞きのリスナーの皆さん、スワヒルミマンデーさん、マンデーマキさん、元気ですか。元気です。元気です。今日もよろしくお願いします。お願いします。クイズ形式生当たりクエスト、うん、ヒント、はい、フレッシュフレッシュフレッシュ。あれなんかそれあれ先週だっけなんかちょっとありましたよね。もう分かっちゃったかなヒントで。もう今の時期ぴったりの曲ですよね。ですよね。一応いきますよ、はい、もうなんか言わないうちに、問題出さないうちに答えちゃいそうな勢いですけど髪を切った私に違う人を見たいと、あなたは少し照れだよ、前を歩いてく、綺麗だよと本当は言ってほしかった。さてなんだ。なんかそうやって歌詞だけで言われるとわかんないんですよね。わかんないんですよ。でもさっきのヒントでわかるそうなんですよ ね、 ね、松田聖子さんのね、はい、夏の扉、ピーポー、はーい、ありがとうございます、ね、そしてこの時期ぴったりです。本当ですよ、ぴったりぴったり、うん、早くね夏扉開けましょう。もう開いてるかな私的には開いてます ね、 そうですねそして、おたまじゃくしさんからも同じ曲の生歌をリクエストいただいております。ひろみさん、毎回、どんな歌、どんなところを切り取られるか楽しみにしていますということでいただいております、うんうん、はい、ありがとうございます、ね、お届けします、ね、やっぱりリクエストね、この季節っていうのも考えてくれてるんですね、うんうん、本当ですよね、うんうん、さてじゃあ追加で持ってきていただきました、はい、メッセージです、はい、頑張れまこちゃん、好きなケーキということで、チョコでコーティングされたケーキとモンブランが好きです。生クリームはちょっと苦手かもです、うんうん、ケーキ話といえば、以前ワクワクモーニングの生放送中にサプライズで中村さんへ誕生日ケーキの差し入れをしてみたら、その翌年は見た目が赤いキツネそっくりなケーキをサプライズプレゼント。これ蓋の部分食べられる、本当に食べられるの、マジと驚いた様子で今も忘れられないですねっていうことで、うん、あ、なんか面白いケーキあるんですよね、うんうんうん、あのね、確かにあるある、そう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 、ラーメンの形したケーキとか、うん、今創作ケーキみたいなのがありますよね、はい、あの写真持ってくと、そう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 、その人の顔をみたいのを作ってくれるとか、ね、キャラクターとか ねありますよね。いや食べれないな、もったいなくて、そしたら私みたいな感じです。確かに、ね、まこちゃんさん、ありがとうございます。はい、はい、そして最後のメッセージになります。とも、はい、くまさん、ありがとうございます。まきさん、ひろみさん、おはようございます。おはようございま す、 います。朝から暑いですね、うん、本当です。埼玉も朝からちょっと動くだけで汗だくで、朝からエアコンつけてます。あ、ちょっと湿度大変かもしれないです、うん、体調気をつけましょうね、自分これから仕事で、仕事場は倉庫内でエアコンついてるんですが、それでも仕事中汗かくので、ミニ扇風機使ったり、冷たいタオルに首にかけたりして仕事してます。わ、うん、お疲れです。お疲れ様です、ね、本当に気をつけましょうね。はい、自分の好きなケーキはシフォンケーキです。あ、これも美味しい、いいですね、うん、シフォンケーキでも一番好きなのは紅茶の、同じです。シフォンケーキは紅茶のね、あの葉っぱが私も好きですね、うんうんうん、美味しいですよね、はいはい、香りがいいですよね、うん、紅茶の葉とクリームが口の中に入れると程よい甘さになって美味しい
しいのが好きです、うん、ちなみに初めて紅茶のシフォンケーキを買ったのは中2の時、自分の誕生日に洋菓子店に行ったら紅茶のシフォンケーキ売ってたので、うん、母にこれ食べたいと言って買ってもらって食べたら美味しかったので好きになりました。あ、素敵な思い出ですね、うんうんうん、おシフォンケーキ、私はね生クリームなくてもいいです。あ、そう、私も生クリームなくてもいい、うん、なんか主食に全部あのこうなんか丸いの全部食べたかったマキさん埼玉出身だから知ってるかな、うん、これバイリンド梅林、あ、バイリンドあります、あります、お菓子屋さんですね。バイリンドで初めて紅茶のシフォンケーキを買いました。おね、埼玉県内にあちこちにお店があって、うんうん、有名なんですね、うん、結構有名ですね。お、気になる、いろいろいただきました、ありがとうございました、さてさて時間がですね、今日メッセージたくさんいただきましたので、はい、そろそろ生歌披露の時間がもうやってきちゃいました、はい、準備 OK ですか頑張るよじゃあもう行ってもよろしいでしょうか。はい、行きます。はい、じゃあ早速ね行きましょう。咲いて儚く散る花火、人よの恋の長とろよ。ちょっとだけこれはこけすぎたね、ごめん我慢してね、え、やっぱり失敗ね、一夜漬けじゃ無理もないか、いわゆるこれが私なりの愛情込めた料理、きっと美味しいはず、あなたの大好きなケーキ、来たおめでとう。よいしょ。夏が来るたび思い出す、小麦色した二十歳のあなた、口づけの後で太陽は泣いている、知らない人に誘われて、あなたの海へ帰ってきたあの下町の空に輝く太陽は、喜びと悲しみ映すガラス窓、ああ太陽は読みかける、と髪を切った私に違う人みたいと、あなたは少し照れたよ、前を歩いてく、綺麗だよと本当は言って欲しかった、あなたはいつもためらいのベールの向こうね、フレッシュフレッシュフレッシュ、夏の扉を開けて私をどこか連れて行って、フレッシュフレッシュフレッシュ、夏は扉を開けて裸の二人包んでくれる、
ありがとうございました。はい、ありがとうございました。今日も素敵な歌声聞かせていただきました。頑張った確かにほっと一息、うん、確かにほっと一息つきますよね。それはある、はい、だって今日もリクエスト曲多かったですもんね。そうですね、本当に皆さんありがとうございます。来週もお待ちしております、はい、お待ちしておりますということで、はい、そろそろねお時間やってきました、はい。今日もね暑い中ですけれども、うん、ひろみさんがちょうどスタジオを出る頃もっとさらに暑くなってると思います。そうですよね、うん、気をつけて熱中症対策しっかりしていきましょう、はい、していきたいと思います。3連休最終日ということでね外に出られる方多いと思うんですけれども、はい、気をつけていきましょう、はい、はい。さあそれでは皆さん今日も元気にいってらっしゃい。